私のように若く頑張られている方もたくさんいらっしゃいますし、こんないろんなサービスを、ね、考えられてびっくりするような発見もしました。やっぱり皆さんもともとこういうものを探してこられている方たちなんで、すごいこういうものを紹介した場合とかいろいろお話を詳しく聞いてもらえるんで効果的です。地域をから盛り上げていこうといっていろんな業種が集まるような展示会といいますか、交流から始まる展示会っていうのはあまりなかったので、割と近いところでお話できて面白いなと。来なくなった商店街に我々がもうこういう人たち一緒に乗り込んでいって集客がかけられるようにするとかですね、中小企業としてはやはり自分たちで下請けにとどまらずですね、商品を開発して営業を自らして、まあ、その前段階としてブランドを作っていくと、そういったことが自分たちでできるようにしていくということですね。そういうことをこの場でみんなで情報を共有しながら勉強していく、で実践していく、そういうことになってくればいいと思います。